戦闘機軍団に所属する戦闘機、スーパーマリンスピットファイア戦闘機軍団とは、戦闘機、爆撃機、沿岸障害機の3種の異なる、航空兵力をそれぞれ専門的に指揮統制するため、第二次世界大戦直前に設けられた部隊編成であり、イギリス空軍の3本柱の一つである。1940年月には、ドイツ空軍の猛攻撃に耐え、 イギリス上空の制空系を堅持し、ドイツ軍のイギリス本土上陸作戦延期、そして実質上の中止に追い込んだ誉れ高き部隊である。1926年5月20日、訓練軍団に戦闘機軍団の前身である、数個戦闘機中隊からなる一戦闘機軍が創設された。同年6月1日、イギリス防空部隊に移管、1932年、 軍団レベルに格上げされ、1936年5月1日、イギリス空軍戦闘機軍団と改名された。1968年、爆撃機軍団と統合され、打撃軍団となるまで存続した。RAF ファイターコマンドは、戦闘機軍団という訳語がよく使われているが、英語のコマンドとは、政府に対して責任を有する。 例えば当時の首相ウィンストン・チャーチルにも物申すことのできる国軍の指導的立場にあり、単独で決裁する権限を有する行為の軍人が指揮する部隊を指す。司令官空軍大将ヒュー・ダウディング卿は、ロンドン郊外のスタンモアのベントリー修道院に司令部を置き、イギリス各地に展開する約50個の戦闘機中隊を指揮、バトル・オブ・ブリテンを勝ち抜いた。 第10戦闘機群、イングランド南西部第11戦闘機群、ロンドンを含むイングランド南東部第12戦闘機群、工業都市ワーミンガムマンチェスターのある、イングランド中部第13戦闘機群、スコットランドなど、イングランド北部第60、レーダー監視群戦闘機中隊の総数は、ハリケーンが31個中隊、スピットファイヤーは20個中隊、ブレンハイムは6個中隊、 デファイアントワニコ中隊、グラジエータは、半中隊の合計59.5個中隊であった。各中隊の配備機数は12機が基本であった。このほか、素速気球部隊、放射砲部隊も、戦闘機軍団司令、ヒューダウディング空軍大将の運用に任されていた。ロンドンをドイツ空軍から守ったのが、アックスブリッジに戦闘指揮所を設けるキースパーク、空軍少将を率いる。 第11戦闘機群である。ロンドン周辺空域を7個のセクターに分け、各、セクターごとに配置された中隊は担当セクターから敵機を排除することを任務とした。第11戦闘機群は以下の中隊から構成される。レンデエートンは著書で次のように記述している。バトル・オブ・ブリテンの数星を決したのはイギリス空軍のパイロット養成システムだったと。 論ずるといかにも大げさだが、あながち偽りでもないのである。この戦闘を戦った戦闘機パイロットたちも他の飛行機乗りたちとはまるで違った、全く新種のパイロットたちだった。レンデートン、戦闘機 A 毒航空決戦また、同社の中である予備空軍パイロットのこととして、次のように述べている。予備パイロットは士官だろうと努めている新種だ。 んちゃんとは紳士だろうと一生懸命になって、勤めている主観たちのことだ。そして、特使の義勇パイロットとは、紳士だろうともしないし、主観らしくしようともしないもののことを言う。レンデートン、前傾諸当時の戦闘機パイロットには3種類の出身母体があったわけである。まずは、正規の空軍主官それから、予備パイロットとは、1926年代。 存在する地方自治体が費用を負担する予備空軍出身者を指し、第11戦闘機軍の中で地名を冠する中隊が、それに該当する。三つ目の義勇パイロットとは、1936年に定められた志願制度で軍籍にいない18歳から25歳までの青年男子に民間飛行学校の施設、機材を利用して航空機操縦技術を授けるもので、費用は、 空軍が負担した。イギリス空軍一のエースパイロットであるジェームス・エドガー・ジョンソン大佐は、機由パイロットの一人であったことを著書に次のように記している。志願予備飛行隊は、社交上手な予備空軍に比べれば、エリート集団というには、ほど遠い部隊ではあったが、私は大きな期待を込めて、航空省に志願書を提出した。これは、間もなく受理されたが、 志願者の数が訓練学校の空席をはるかに上回っているとのことだった。イギリス空軍のパートタイム飛行組織のどちらかに加わろうという望みは、ここでひとまず諦めなくてはならなかった。ジェームス・エドガー・ジョンソン、変隊飛行このほか外国人スケット部隊として、第11戦闘機群にはカナダ第1中隊がいた。これは、 カナダの正規空軍の第一中隊そのものであり、ポーランド第303中隊とは亡命ポーランド人、航空兵から編成された戦闘機中隊である。イギリス空軍戦闘機軍団は消耗品である、パイロットを、このようにあらゆる方法をもって養成し、補充した。リチャード・ハウ、デニス・リチャード、バトル・オブ、ブリテン・イギリスを守った空の決戦、河合博士、新潮社。 1994年、34ページ、ISBN4 から10から24万3千1から6、戦闘機営独航空決戦、内藤一郎、早川処防、1983年、96ページから102ページ、変態飛行、小出栄一、朝日そのラマ、1983年、10ページから32ページ。ありがとうございます。